はい、こんにちは、ポロです。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。今日はですね、副業ブロガーが稼げない理由というものについてお話していきたいと思います。副業で、ブログに取り組んでいる人というのは非常に多いんですけども、その約9割近くがですね、まともに稼ぐことができないっていうね、現状があるんですが、これはなぜかっていうことについてちょっとね、考えてみたいと思うんですけど、ブログってね、本当にすごく気軽な気持ちで始めることができるので、参入してくる人も多いんですよね。特にこう副業解禁みたいなことが、日本でも、始まったので、それを機にですね、ブログを始めて、何かこうマネタイズしようっていうふうに考えてる人は多いんですけど、実際、現実はそんなに甘くないんですよね。なぜかブログってすごく甘く見られてて、もう本当にね、簡単に稼げるみたいなイメージを持ってる人が本当に多いんですよね。だからこそ、ちょっと数ヶ月やったぐらいで結果が出なくて諦めてしまう人が、後を絶たないような状況なんですよね。それってやっぱり数ヶ月やっただけで月収20万とか30万とか稼げるって信じてるから それぐらい続けただけでやめちゃうんですよね。でも普通に考えて、どんなビジネスもね、そんなちょっと数ヶ月やったぐらいで稼げるほど甘くないし、それこそ全く未経験の初心者がですね、そんな数ヶ月で結果が出るはずがないんですよね。そもそも、もしその自分がですね、そういう分野ジャンルに長い期間ですね、経験があるんだったら多少のアドバンテージはあるかもしれないですけど、一切ね、そうやってインターネットを使ってお金を稼いだことがない人がですね、ちょっと取り組んだぐらいで稼げるようになるほどやっぱり甘くないですよ。インターネット上にね、ワンクリックでとかね、1日たった5分でみたいな、コピペだけでみたいな、そういうのがいっぱい出てるから、それをね、やっぱ真実だと信じ込んで簡単に稼げるみたいな風に思い込んでる人が非常に多いんですけど、実際のところね、ブログとはいえ一つのビジネスなので、しっかりとね、自分を磨いていって、ある程度レベルアップした状態じゃないとそんなに簡単に結果は出ないし、芽が出るにしてもそんなね、短い期間で、大きな成果が得られるようなもんでもないんですよね。で、副業ブログ、副業ブロガーですねと言われる人々がなぜそんなに稼ぐことができないのかっていうことなんですけど、そのブログに対するこう心構えというか、コミットメントみたいなものがやっぱり弱いんですよね。本業があるだけに、別にその生活に困ってるわけじゃないじゃないですか。別にブログがうまくいかなくてもその生きていけなくなるわけじゃないし、ブログはあくまでお小遣い稼ぎみたいな感じで、軽い気持ちやってるんですよね。それは別にその人の考え方だから、別にそんなにね、ブログで大して稼げなくてもいいやっていう人はそれでいいと思うんですけど、例えばブログでこうね、月収20万30万もしくはそれ以上稼いで、もう会社を辞めてね、自分一人で生きていきたいっていうんであれば、そんな軽い気持ちでね、取り組んでて、結果が出るわけがないんですよね。よく考えてほしいんですけど、全く言うたらゼロからスタートするじゃないですか。経験もないし知識もないし、アフィリエイトって何みたいな、ワードプレスって何っていう状態から始めるわけじゃないですか。でそういう状態から始めて、でわずか数ヶ月しか経ってない状態ですよ。で、かたやそのね、同じブログっていうフィールドにはもう5年も10年もね、何年も長い期間かけてやっているプロの人たちがいっぱいいるわけですよ。でそういう人たちからすると、かなりこうもう差が開いてるわけですよね、相当な差が。でそこでそんなね、軽い気持ちで取り組んで彼らに勝てるかって言ったら勝てるわけがないですよね。特にそのもうブログを専業でやってて、1日ね、例えば8時間とか10時間とか作業に費やせる人たちがいる一方で、こっちは本当にね、本業があるから、せいぜい1、2時間しか作業できないっていう状態、もうこれだけでもかなりもう不利なのに、なおかつこっちは未経験で、一切そういうね、ブログを始めて間もないっていう状態だったら、普通に考えてね、まともにやっても勝ち目がないってのは分かると思うんですよ。特にね、ブログなんかはそのドメインエイジというか、ある程度その何ですか、そのブログの年齢によってやっぱり有利不利っていうか、かなり検索エンジン上で評価が優遇されたりとかってあるんで、ブログの面においてもかなり不利な状態ではあるんですけど、例えばスポーツに置き換えて考えてもらって、あなたがこうゼロからサッカーを始めるとして、
ただサッカーの練習に費やせる時間が1日1、2時間しかないと。で、片やもう一人の人はですね、こうもうプロサッカー選手として活動していて、1日中サッカーの練習をしていると。で、まあ相手はプロだから、もう毎日真剣に、ね、練習してるわけですよ。でもこっちは、まあ、他に、ね、本業というか別にやることがあるから、まあ、サッカーは軽い気持ちでやってると。1、2時間しかその練習する時間がないプラス、まあ、軽い気持ちでね、まあ、別になんかこう、まあ、練習してもしなくてもいいかなみたいな感じでやってると。この状態でその自分がね、そのプロのサッカー選手の人に追いつけるかって考えてほしいんですけど、普通に考えたら追いつけるわけがないですよね。彼らの何倍も努力して少しずつこう差が縮まっていくものなのに、ただでさえね、その、まあ、経験がないっていうビハインドの状態から始まりながら、さらにその練習時間も短いと。プラスアルファその、ね、まあ、サッカーに対する心構えというかコミットメントも全然弱いっていうふうになると、普通に考えたら勝てるわけがないですね、そんな状態で。でもブログになるとなぜかそこがね、あんまりこう見えづらくなるのか、本当に片手間でなんかブログね、更新してもしなくてもいいやみたいな感じで軽い気持ちで取り組んで、でもなぜか稼げると思ってるっていう、まあ、矛盾というかですね、感じてる人が非常に多いんですよね。まあ、この世の中にはトレードオフの法則っていうものが働いているので、何か大きな成果を手に入れたければ、まあ、それなりのものを差し出す必要があるわけですよ。何かを犠牲にしないといけない、まあ、おおよその場合それは時間だったり労力だったりっていうものなんですけど、その自分のトレードオフするもの、時間とか労力とか、場合によっては家族の時間がないからね、家族関係を差し出すことになるかもしれないし、友達との、ね、人間関係が破綻するかもしれないし、まあ、そういうトレードオフをすることによって、まあ、お金っていうね、まあ、その結果が得られるわけですけど、自分のそのトレードオフするものを出したくないと、出さないけど結果だけくださいっていうのは、まあ、この法則にこう乗っ取ってないんですよね、だから当然得られないと。だからトレードオフするものが小さければ得られる結果も小さいんですよ。なのでとにかくですね、最初の頃はもうひたすらがむしゃらに行動すると、努力すると、まあ、質と量のね話の時にも言いましたけど、とにかく初心者の頃っていうのは量をこなすしかないんですよ。最初から質みたいなものを求めてても、そもそも質が低いわけだから、そんなねクオリティの高いものは出せないんで、とにかく量をこなすことで、まあ、上手になってくるし、質も高まってくるんですよね。だから副業で、まあ、その全く未経験の状態から始めるんであれば、そんな普通のね周りの一般の副業ブロガーと言われる人と同じレベルの努力しかしてないんだったら、まあ、抜きに出ることは難しいですよね。まあ、あとこう戦略的に物事を考えるというのも大事なんですよ。普通に考えて、もうブログって世の中に、まあ、何百万とあるじゃないですか。でその中で例えば自分のねブログをまあ見つけてもらうとか選んでもらう、ね、どうしたらいいんだろうというふうに考えないと、単純にですねこうただなんとなく記事を書いててもやっぱりそういうのってまあ選んでもらえないんですよね。特にもうすでに、ね、そのブログっていう市場において、まあ、ある程度ポジションを取ってる人がいるじゃないですか。もうそういうね、まあ、強い人たち、でその人たちと同じ、まあ、やり方をやってもですね、やっぱり勝てるわけがないですね、なのでそこはある程度差別化をするとかっていうことをしていく必要があるわけですよ。差別化をすることによって自分が選ばれる理由ができるわけですよね。例えばキャラクターとかっていう部分においてはビハインドも何もないですよね。そのスキルとか知識とか経験っていうのはまあビハインドありますけど、自分の個性とかキャラクターっていうのはまあ、ね、勝ちも負けもないし、そういうまあどういうね読者とか見込み客を相手にするかによって別に自分の方がね圧倒的に不利ってことはないと思うんですよ。その辺を前面に押し出して、とにかく少ない数でもいいから、まずはその読者とか見込み客と信頼構築をしていくっていうね戦略を取れば、別に全くこう未経験でなおかつその参入するのがねかなり後発組であったとしても十分戦っていけるんですけど、そういうものがない状態で参入して、まあいわゆるそのアフィリエイトサイトみたいな戦い方ですね、検索上位を狙って、とにかくもう信頼構築とか抜きにして、もう検索上位を取って商品を売りまくるみたいな戦略っていうのは、ちょっとやっぱり後発組にはまああんまり向いてないというか不利なんですよね。だから後発組で何をするかっていうと、まあキャラクタービジネスというか、自分を売り込んで、まあ自分を好きになってもらう、で少ない数でもいいから、とにかくファンを一人でも増やして、でその人たちとこう信頼構築をしていくと。でそこからまあ
例えば自分の商品とかね、まあ、他人の商品でもいいですけど、何かしらのものをこう売っていくっていう、まあ、スタンスでやっていくのが一番成功法というか、成功確率は高いと思うんですね。なので、まあもちろんね、その人一倍努力するっていうこともそうですけど、それだけじゃなくて、やっぱりこう戦略的に物事を考える。何も考えずボーってやってるってね、まあ成功確率も低くなるじゃないですか。別にブログだけに限った話じゃないですよね。どんなこともやっぱり全てね、こう計画を立てて戦略立ててね、考える方が絶対うまくいくに決まってるんで、そこはまあ例えばね、自分が今やってる方法がうまくいかないんだったら違う方法を試してみるとかっていう風に切り替えていった方がいいと思うんですよ。必ずしもブログだけで稼ぐ必要はないわけだから、ブログで稼げないんだったら、じゃあね、コンテンツ作ってコンテンツのなんかね、自分のコンテンツを売ってみるとかっていう方法もあるしね、まあ、僕はそういう風にやってるんですけど、そっちの方がまあ圧倒的に稼げたりするわけですよ。だからあくまでもこう、何でしょうね、何も考えずにこうブログを書くんじゃなくて、常にこう考えながらブログを書くってことをね、やってみてほしいと思います。はい、では今日の音声は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。